誰でもできる成功の秘訣 <music> こんにちは一生使える勉強法を書いているアッキーですそれでは今回は誰でもできるけれどごくわずかな人しか実行していない成功の法則について解説していきます 誰もが自分の人生を成功させたいと思っています。誰もが夢見た人生を実現させたいと願っています。では、どうすれば自分の人生を成功させることができるのか、ほとんどの人が答えに困っています。あなたの今の人生は成功していると言えますかおそらく多くの人の答えは NO です。 思い描いていた人生になっている人は少ないですでは今の人生が幸せだと言い切れる人はどんな人なのかどんなことをやっていてどういう考え方をしている人なのか実は人生にも成功の法則があります成功法則は特別な人にしかできないものではないです 誰もが今回は人生を成功させるための今すぐできる成功法則を8個解説していきますこの動画がためになった参考になったという人はいいねやコメントをお願いします成功法則の1個目自分自身を大切にする自分の人生を成功させるために自分自身を大切にしてください 例えば今あなたは好きな仕事をしていますかもし好きな仕事をしていないならやりたくないことをやるべきだと自分を納得させていないですか考えてほしいことがありますあなたは誰の人生を生きていますか他人のための人生を生きていませんか他人の夢を叶えるために今の人生がありますかもっと自分を大切にしてください もう一度一から仕事を始めるとしたらどんな仕事を選ぶのかどんな生き方を選ぶのか一度真剣に考えてみてください自分のための時間をもっと作ってくださいどんな夢を叶えたいのかどんな人生を歩みたいのか考えるためにはどうしても時間が必要ですもっと自分自身のための時間を取ってください2個目いつもポジティブに生きる 生きていると辛いこと苦しいことが絶対にあります。でもいつもポジティブに生きてください。 あなたの日々の態度っていうのは人生の全ての局面に影響を与えています日常的に嫌な気分だなと言っていれば本当に嫌な気分になってしまいますネガティブな思考を持っている人たちがそう思ってしまうとネガティブ思考の人たちがあなたにどんどん近づいてきますまさに類は友を呼びます毎日が気分よくいるためには 気分が良くなることに気持ちを集中させる必要がありますまずは自分の気持ちが良くなる言葉を自分にかけたり前向きな質問をしてください あととは自分を否定しないことも大切です今現在の自分をまずは受け入れてください自分を受け入れることによって今自分に何が足りていないのか何が問題なのかを正確に把握することができます自分に素直になって今いる場所をきちんと確認してください 問題を正確に把握することができればそれを変える力を持つことができます。とにもかくにも現在の自分の状況は自分が作り出したものです。ちゃんと今の状況に責任を持ってください。そして理想としていた人生と何が違うのか何が足りないのか何が問題なのかしっかりと把握してください。 3個目自分の能力や可能性を信じる多くの人が一度失敗しただけで自分には向いていない 絶対にできないと未来への可能性を諦めてしまいます今ならできることであっても過去の苦い経験からあらゆることに挑戦することを避ける人が多いですよく聞く言葉かもしれませんが人間の可能性っていうのは無限大そうよく言われていますそれなのになぜ自分のこととなると限界を作ってしまうのか 成功している人は自分に限界を作らないです。自分は必ず成功できる。必ず目標を達成できると思い込んでいます。そうやって自分を信じてあげることで目標に向かって頑張る力が湧いてきます。また成功者は人付き合いにも注意を払っています。自分の可能性を信じてもそれを壊すような人が存在するからです。 新しいことを始めたときにリスクは犯さない方がいいとかあなたには無理だできるわけがないそういった言葉をかけてくる人がいます身近な友達だったり親がそういう言葉を言ってくるケースもあります こういういい人があなたの夢を壊していきますそういう人は失敗によって傷ついたりしないようにこのような言葉をかけてきます夢っていうのはなかなか叶わないから夢ですすぐ叶ったら夢ではないです夢を一生懸命追いかけてくださいあなたの夢を壊す人とは距離をとってください4個目何を望むのか明確にする想像してみてください 望むものが何でも手に入る。やりたいことは何でもできる。なりたいものは何でもなれる。できないものはあなたに何もない。そんな状況だとしたら、あなたはどんなことを望みますかそんなこと急に言われてもわからない。ちょっと考える時間が欲しい。そういった人がほとんどです。成功する人と成功しない人の違いは何なのか 自分の人生に何を望んでいるのか、はっきりとしてそれに向かって行動しているかどうかです。目標が曖昧なものであればどこを目指していいかわからないです。望むものを明確にしてはっきりさせることでゴールを定めてそこから逆算して自分の人生を考えてください。続いて5個目 ゴールを小さく分けて達成するあなたはどのようにゴール設定していますか漠然とこうなれたらいいなと考えていませんかゴールを設定する場合は期間をいくつかに区切りその区切りごとに目標を定めることをお勧めします。それはなぜなのか 一歩一歩達成したい目標に近づいていることを実感できるからです理想の人生に向かって努力することができるからですもしいつかはこうなれたらいいなという長期的な目標しかない場合目標に対して今どういうところに自分はいるのか確認しづらくなりますしかし短期の目標があれば目標を達成していくたびに達成感やスリルを味わうことができます 大きな目標に向かって常にモチベーションを維持することができます。長期の目標が決まれば、そこから逆算して今取るべき行動を始められるように短期的な目標、中期的な目標を決めてください。また、ゴールを決めるコツがあります。それはできるだけ具体的に設定することです。例えば ダイエットしている人であれば単に 55kg になるのではなく何月何日までに 55kg になると決めてください具体的な数値や目標達成日をきちんと決めてください続いて6個目完璧にできなくても気にしない物事を全て完璧にやらなければならない そう思っている人は少なくないですしかしその思い込みのために何かに挑戦するのを躊躇していませんか 僕たちは自分自身に対して過度に批判的になる習慣が身についています。これも思い込みですが自分には能力がないと思い込んでいるために辞めてしまったことがどれくらいあるのか過去を振り返ってください。あなたもやる前から諦めていませんか行動を起こさなければ何事もうまくいかないです。完璧にできなくても気にしなくていいです。完璧にできる人なんていないです。また失敗 すするるのが怖いいと考える人もいますそういう人は失敗をこのように考えてみてください失敗なんか存在しない失敗の一つの成果である失敗も貴重な経験こう考えることです失敗する恐怖のせいで行動すら起こせない人があまりにも多いです始めてもいないのに自分は成功できないと決めつけていないですか 行動を起こせば必ず成果がありますそれが期待していた成果とは違うかもしれないですでも一つのデータが取れたという点では成果があるということに変わりはないです成功している人っていうのは失敗を何度も何度も経験してその度に改善に改善を重ねて結果が出るまで行動する人です 1一度や2度の失敗でやめてしまうのは非常にもったいないですすべてうまくいくと信じて今日から行動してみてください7個目目の前のことをきちんと実行する成功している人とその他大勢の決定的な違いがあります成功している人は自分の夢やゴールを目指して真剣に取り組んでいますだからこそ成功することができますちょっと失敗した つまずいたからといってすぐに諦めないでください決めたことを最後までやり通してください困難を乗り越えてくださいそういった姿勢を身につけてくださいではその取り組む姿勢をどうやって身につけるのか それは目標を達成した時に手に入るものそして目標を達成できなかった時に失うものを考えることです諦めずに頑張ってゴールに到達できたらどんないいことが待っているのかそれを思いつく限り書いてみてくださいまた成功できなかった場合に味わう苦痛も書き出してみてくださいやる気を維持させるには楽しいことが待っていないと長くは続かないです 自分のやる気を上げる工夫をしっかりとやってください続いて8個目最初の一歩を踏み出してみる行動する時に最も大切なことはできるだけ早く最初の一歩目を踏み出すことです ゴールや目標を決めて今この瞬間に何ができるかを自分自身に問いかけてすぐに行動を起こしてください。最初の一歩を踏み出すためのコツをお伝えします。それは優先順位を決めることです。 多くの人が貴重な時間を忙しい仕事に無駄遣いしています一方成功者は行動の優先順位を決めてそれぞれに時間を割り振ってその通りに実行していますこの動画を見ている人は成功したいと思っている人が多くいるはずです行動を起こす前に優先順位を決めるところからやってみてください 優先度が高いものから時間を確保してください大切じゃないことは余った時間にやれば大丈夫ですどうでもいいことに時間を使わないようにしてください解説は以上ですこの動画では今すぐできる成功の法則を8個お伝えしましたこの動画を見終わった後からできるものばかりです誰でもできることを当たり前のように毎日実行できる人が成功する人です 他の成功法則をまだ知りたいという人は本を読んでみてください。実践的でとてもシンプルなものばかりです。今回の解説が良かったという人、ためになったという人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。